エドワード・ロビンソン、学者。エドワード・ロビンソン。エドワード・ロビンソン。1794年4月10日、1863年1月27日は、聖書地理学の父、ファーザーオブ・ビブリックル・ジオグラフィーと称される、アメリカ合衆国の聖書学者。現代パレスチナ学の創始者、ファウンダー・オブ・モダン、パラスティナラジーとも呼ばれる。ロビンソンは、 コネチカット州サジントンに生まれ、農場で育った。1810年から1811年には、同州内のイーストヘイブンやファーミントンで教鞭を取った。その後、おじ、セスノートン、セスノートンが教授を務めていたニューヨーク州オナイダグンクリントンのハミルトンカレッジに学んだ。1816年にカレッジを卒業した後、1821年に、 自ら編纂したイーリアスの1から9、18から19巻を出版する目的でマサチューセッツ州アンドーバーへ赴いた。そこでロビンソンは辞書、キーブルーグラマー、ヘブライ語の文法書の第二版、1823年刊行、の準備をしていたモーゼス・スチュアートの助手となり、1825年にはクリスチャン・エイブラハム・オール、クリスチャン・エイブラハム・ワールの クラビス・フィリロジェ・カノビテスタメンティー。ラテン語で書かれた新約聖書の語彙目録を英語に翻訳した。1826年から1830年にかけてヨーロッパへ留学して、その期間の大半をハレト・ベルリンで過ごし、帰国後はアンドーバーが網学校で1830年から1833年まで聖書文見学の特任教授となった。 1828年、ロビンソンは、ドイツ人の作家テレーゼ・アルベルティン・ルイーズ・フォン・ヤーコブと結婚した。ロビンソンは1831年に、ビブリックル・リポジトリ氏を創刊し、4年間その、編集に従事した。また、1843年には、氏を創刊し、ビブリックル・リポジトリを統合した。この間、ボストンで3年間をかけて、ギリシア語の語彙目録、 歴史婚作成に取り組んだ。病のためにニューヨーク市へ移ることとなったロビンソンは、1837年にユニオン神学校で聖書文見学の教授となり、没するまでその地位にあった。1838年、ロビンソンはイーライスミスと共にパレスチナを訪れ、その成果をまとめたビブリックルリーサーチスインパラスタインアゲイセントカンドトゥリーズを出版し、 これに対して1842年にイギリスの王立地理学会から金メダル、パトロンズメダルを贈られた。1847年にはアメリカ芸術科学アカデミー会員フェローに選出された。ロビンソンはスミスと共に何十箇所もの古代の場所の同定作業を行い、その中には紀元前701年から702年にかけてのアッシリアによるエルサレム包囲の直前に ヒゼキヤが掘らせたとい、トンネル、ヒゼキヤのトンネルもあったが、トンネルの南端からシロアムヒブンが出土したのはその後になってからのことであった。エルサレム旧市街にあるロビンソンアーチはロビンソンにちなんで名付けられたものである。ロビンソンとスミスは1852年にさらに調査を行うためパレスチナを再訪した。 ロビンソンにとって、1856年に、ビブリックル・リーサーチス・イン・パラスタインアゲイセント・カンド・トゥリーズの造語版がドイツ語と英語で、同時に出版されたことは、1836年に、ビルヘルム・ゲゼニュースのヘブライ語の語彙目録の翻訳と、キリシア語の新約聖書語彙目録を刊行したとき、以来の大きな達成であったのであろう。すでに、このかつての業績によって、 学者としてのロビンソンの地位は不動のものとなっており、キリシア語語彙目録の序文でロビンソンは、これた二つを合わせれば、聖書原点のすべてを網羅した語彙目録となると記していた。しかし、これに加えて三点の主要著作が出され、その後の考古学的フィールド調査への筋道を示したことによって、この方面の創始者、ファウンダーとしてのロビンソンの評判はさらに高められた。 1941年、ジーアーネストライトは、ロビンソンが打ち立てた定式を評価する立場から、ネルソン・グリュックの、ザ・ザ・サイド・オブ・ザ・ヨルダンで報告された先駆的な、調査の内容についての書評に、次のように記した。グリュックの探検は何者にも劣るところがない、エドワード・ロビンソンの業績があるところは別としての、ことだが、グルークス・エクスプロレーションス・アー・セカンド・ツーナン。 アンデスイットイズゾーズ・オブ、エドワード・ロビンソン。ロビンソンが編集や翻訳を手掛けたものを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。